岸田首相が語った今国会の会期内では衆議院を解散しないという発言は、政治的な世界では波紋を呼びましたが、それを聞いたある田舎の集落では意外な一幕が展開しました。この集落には、岸田首相の名前と同じ岸田という名前の村長がいました。この村長、全く政治の知識がなく、テレビのニュースもよく理解できない人でした。そのため、岸田首相の発言を自分が口にした言葉と勘違いしてしまいます。それはまるで自分が今の村議会の会期内では村議会を解散しないと宣言したかのように錯覚します。村長の岸田さんは何を言ったのかよく覚えていませんでしたが、言ったとされることに反論する気力もありませんでした。そんな彼に対し、村民たちは驚きを隠せません。村議会の解散など、考えもしなかったことが突如取り沙汰されるなんて。特に村の問題児、三郎さんはその発言にピンときます。三郎さんは、村議会の一員で、村長の岸田さんとはいつも対立していました。彼は岸田村長の言葉を聞いて、これはチャンスだと思いつきます。村長を脅迫して、自分が村議会の主導権を握ろうと画策します。三郎さんの企みは村の人に知られ、村全体がパニックに陥ります。しかし、岸田村長は泡と仕事を続け、なんだかんだで村をまとめ上げます。そしてついに、三郎さんの計画が実行される日が来ました。三郎さんは岸田村長を呼び出し、岸田、お前が言ったことを覚えているか、と脅迫します。岸田村長は何のことかわからず、ただ呆然とします。そこで三郎さんがお前が村議会を解散しないと言ったのだ。今こそ、その言葉を保護にしろと迫ります。岸田村長は困惑しつつも、最後には解散。何それ、おい、しいの?とぼけてしまいます。村人たちは一瞬ポカンとした後、大爆笑。三郎さんも困惑し、ついには笑いがこみ上げてきます。結局、すべては岸田村長の勘違いだったのです。村議会は解散することなく、村は平和に過ごしました。そして岸田村長はその後もボケっとしていましたが、なぜか村人たちはそれが愛おしく感じ、彼の下で平穏な日を過ごすこととなりました。政治の世界から生まれた混乱が、一つの村をさらに結びつける結果となったのです。これが岸田村長の今国会の会期内では衆議院を解散しない事件の全貌でした。そしてみんなが知ることとなったのは、岸田村長が全く政治を理解していないこと。そしてそれが結果として村全体を笑顔にし、結束させたこと。岸田村長の解散、何それ、おいしいの、は、今では村の名言となっています。